以前の動画でありましたトライアフサンダーバードの謎リレーですが、このリレーどういった作動をしているかと言いますと、ここで黒の配線はアースです。でこれグリーンですね、グリーンの方はこちらスターターリレーのスターターボタンからの配線につながっています。ですのでね、スターターボタンを押して、スターターリレーに 12V かかった時だけスターターリレーが、あ、こちらのね、謎リレーが作動するようになっていますね。このスターターボタンを押してスターターリレーが作動している間だけ、スターターボタンを押している間だけこの謎リレーが作動しているようになります。でこの赤い配線はと言いますと、赤い配線はちょっと見にくいですが、こちらのね、スターターリレーのバッテリーから直接来ている配線へつながっています。ですので、ね、バッテリーへつながっているものと同じになります、この赤い配線で。青い配線はと言いますと、こう追っていってこちらですよね、こちら2番のコイルのプラス電源に、つながっています。ですので、ね、スターターボタンを押した時だけこちらの、2番のコイルのプラス電源に 12V かかるようになっています。ですが、ね、点検したところ、この配線には 12V かかってますので、この追加のリレーは、ね、特に必要ないようです。で何かしら接触不良かなんか起こしてて、まあね、このコイルに 12V かかってなかった時があったのでしょう、ね、こういったリレーを作成されてこのコイルで 12V かかるようになってますが、現在は、ね、ここの配線に 12V か、通常の配線でかかってますので、このリレーは必要ありませんので取り外します。あとね、このエレクトロタップですが、もうこういった状態になってますので、もうね、絶対これはエレクトロタップはバイクの配線には使用しないでくださいね。この辺りもまあ水がかかるところですが、全く防水機能ありませんので、ね、こう触ったらポロッと取れますし、ですので、ね、もうカプラー配線にするとか、あとね、ハンダで配線、もう確実にハンダで配線してやるか、ね、した方が、何かした別の方法で配線した方がいいと思います。もうこのエレクトロタップだけはね、絶対使用しないようにしてください。トラブルの原因にもなりますので、その時はね、導通あって作動してても、ね、後々、水の侵入とかで腐食したりとかですとか、あとね、この挟んであるだけですので、接触不良をね、振動とかで接触不良を起こして、電気系のトラブルにつながりますので、このエレクトロタップだけは修理に使用しないでください。はい、謎リレーの方取り外ししました。こうしてみるとね、どうつながってたかよくわかります。この黒がね、アースへつながってて、このグリーンのエレクトロタップがスタータースイッチからの、ね、スターターボタンを押したときだけ電気が流れるようにね、リレーに電気が流れるようになってました。ですのでね、スターターボタンを押している間だけリレー、このリレーが作動して、この赤い線ですよね。赤い線がまあバッテリー直だったんで、バッテリーからの 12V が直接、真ん中の2番のコイルですよね。2番のコイルに12V が直接スターターボタンを押したときだけ 12V かかるようになっていました。まあ始動がね、ちょっと始動困難だったんでしょう、ね、スターターのボタンを押したときだけ 12V かかるような仕掛けになってましたので、でもね、まあ始動しなかったのは、プラグに火花が飛んでなかったのはね、ECU の関係で、 ECU 交換しましたら、まあ全部ね、火花飛ぶようになりましたので、そのあたりは問題ないとは思います。ですのでね、もうこのリレーの方は取り外しさせていただきました。でね、こうしたまあ追加配線とか特にトラブルの原因になるので、もし、配線にトラブルあるようでしたら、そっちのね、メインの配線の方を修理した方がいいと思います。まあダメな配線の上にさらに配線を重ねるようなことをすると、またね、トラブルが二重三重になってしまいますので、であとね、接続するのがこのね、エレクトロタップだとまたね、接触不良を起こしたりして、ね、追加配線の上にまたその追加配線がトラブルとなると、
ね、また故障探究がなかなかね、こう 元のノーマルの配線での故障探究ができなくなってしまうので、さらにね、頭を悩ませることになりますので、こういったね、まあ、追加配線をしたりですとか、まあ、エレクトロタップもね、もう本当にこのタップはもう本当見るだけでイライラするんですが、このタップのおかげで、ね、幾度となく修理をさせられましたので、もうこういった、ね、接続はバイクの場合はしない方が、まあ、後々のトラブルを引き起こさないためにもエレクトロタップの使用は控えていただきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。